です。ジャパン対タイガース、このゲームの模様をお送りいたします。ジャパンの先発は左の金丸、タイガースの先発は右の村上、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。左の金丸、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは近本。背番号5、はい、第9球投げた、初球はストライク、いきなり153キロ。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、打ちました、レフトフライ、飛距離は出て掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番キナン。キナン背番号0。第9球、初球空振り、少し迷ったか。さあ、次の投球投げました、打ちました、一塁線鋭く切れていきました、ファウルです。投げました、ボール、内角高め。さあ、4球目ボール。第5球投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、木浪ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。変化球見送ってストライク、1球目ストライクから。第2球低めの変化球、ボール。投球は3球目、投げた、流し打ち、どうだ、破ってった、ライトからサードへ、シェルドン、いいバッティングを見せました。ジャパン先制のピンチを迎えます。第9球投げた、初球スプリット空振り。第2球投げた、ボール。第3球ストレイク。第4球を投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ、あっと抜けた、レフトバックホーム、大山ナイスバッティングです。ジャパンなおもピンチが続きます。背番号8。第9球決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、インコースのボール左へ、切れていきます、ファール。第3球を投げました、一つ外した、ボール。第4球を投げました、直球低め、ボール。投げました、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは DH のミエセス。第9球投げました、ボール。ジャパン、ここは引っ張りに警戒します。第2球投げた、打ちました、ファースト、これは守備範囲内、金丸取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。金丸ワンアウト満塁のピンチでしたが、後続はきっちり抑えました。ジャパン大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。右の村上、マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、ジャパン攻撃に入ります。先頭バッターはルイ。第9球高速シンカーはボール。投球これから2球目、真ん中にストライク。第3球を投げた、打った、ファール。追い込んでから投げた、ボール、インコースへ。さあ、5球目打ちました、抜いていった、ルイ、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球投げた、アウトコース高め、外れてボール。第2球外れた、ボール。投球は3球目、投げた、ボール、アウトコース高め。第4球は見送ってストライク。
第5球投げました、打ちました、ピッチャーゴロ、ゲッツーコースだ、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー、ツーアウトランナーなくなりました。バッターは指名打者森下。第9球ボール。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げました、見送ってボール。投げました、決まった、ストライク。追い込んで投げました、完全に外れた、ボール。次が6球目、投げた、インコース、見逃し三振。1回の裏が終わりまして、ジャパン同じく無得点で終わっています。2回の表タイガース攻撃に入ります。トップバッターは前川。第9投げた、ボール。第2球投げた、打ちました、セカンド右抜けるか、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番小畑。第9球打った。第2球投げた、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、胸元へズバッと決まって見逃し三振。キャッチャー坂本、背番号12。第9投げました、これは引っ掛けた、左中間へのフライですが取りました。これで3アウト。金丸、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏ジャパン攻撃に入ります。先頭バッターは村上。第9球アウトロー、ボール。第2球投げました、打った、ショート左横のフライになりました。木南余裕があります、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番万波。第9球投げました、初球はカットボール空振り。投球これから2球目、打ちました、フラフラッと上がった、木南交代、落下点に入りました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番石川。石川貴也、背番号25。第9投げました、あっと、いった、入った入った、ホームラン、先制ホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、ヒットを逃しませんでした。ジャパン先制、1対0。さあチームメイトからも祝福を受けます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは7番坂倉。坂倉背番号31。第9投げました、打ちました、アルボール。第2球投げた、高め、フォークは外れてボール。投げた、ボール。第4球を投げた、ボール。次は5球目、低めストライク。第6球を投げた、変化球外れた、フォアボール。フルカウントから選びました。第9投げた、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、4球目ストライク。投球これから5球目、インコースへ変化球、ボール。投球はこれから6球目、三振。2回が終了しまして1対0、ジャパンまずは先制しています。タイガース、この回1番からの好打順になります。トップバッターは近本。第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、ボール。投げました、これはすっぽ抜けてボール。次は4球目、
投げた、打って出ました、内野ゴロ、ルイボールを取る、ショートから一塁送球、アウトです、一塁はアウト。左バッターボックスはキナ、第9投げた、決まってストライク。1球目空振りから、第2球投げた、インハイへ変化球ボール。第3球は見送ってボール。次が4球目、投げた、高め見送ってストライク。投球これから5球目、打ったいい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、木浪ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。第2球投げた、スラーが決まってストライク。第3球ボール、外角低め。第4球を投げました、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。追い込んでから第5球ボール、次がラストボール、アウトコース低め、見逃し三振。バッターは4番大山。第9投げました、初球スラーバー空振り、外のボール球を振らせました。第2球投げました、打ちました、三遊間へのゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。タイガースファーストランナー残塁、3回の表が終わって1対0です。ジャパン、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは中野、投げました、打ちました、ファール。第2球投げました、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、落ちるボール、見逃し三振。ここは3球三振に終わりました。第9投げた、ボール。第2球投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、4球目ストライク。投球これから5球目、カットボールはボール、外角高め。さあ6球目投げました、打った、ボテボテの当たりはファーストゴロ、大山ベースを踏んでツーアウト。バッターは2番近藤。第9投げました、初球フォークボール空振り。第2球打ちました、追い込んで投げました、一つ外してボール。第4球を投げました、変化球空振り三振。ジャパン、最後の打者は見逃し三振に打ち取られました。序盤終了しまして1対0です。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは佐藤。第9高めボール。第2球投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、打った、ショート右横のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のミエセス。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球打ち流した、打球はライト右へ、ファール。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、高め際どいボール。次は4球目投げた、スプリットはボール。第5球投げた、5球目空振り。第6球を投げました、打ちました、中野掴んだ、一塁送球、あーっと送球それた、セカンドのエラーが記録されます。バッターは7番前川。最初のバッターボックスはセカンドゴロ、初球を打った、これは内野ゴロ、二塁フォースアウト。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9あっと引っ掛けた、中野下がっていった、落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。タイガースファーストランナー残塁、4回の表が終わって1対0です。ジャパン、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは DH の森下。
第2球投げました。ストレートはストライク。伸びのあるストレート。第3球を投げました。3球目空振り。バッター追い込まれました。第4球は打ちました。第5球投げました。打ちました。センター方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは4番村上。第1打席は内野フライに倒れています。投げました。低めボール。第2球投げた。膝元ボール。第3球を投げた。打ちました。アルボール。次が4球目投げた。低め際どいボール。さあ投球は5球目打ちました。大山ボールを掴んだ。大山一塁踏んでアウト。これでツーアウト、ランナーありません。右のバッターボックスは5番万波。第1打席はショートフライに倒れています。第2球投げた。決まってストライク。投球は3球目投げた。打ちました。木南取った。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。ジャパンクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。4回までが終了しまして1対0です。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番坂本。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げました。空振り。投球はこれから3球目。アウトコース低め空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。見送ってボール。さあ投球は5球目投げました。打った。痛烈な当たり。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って近本。今日はレフトフライとショートゴロ。初球から打ってった。石川一塁ベースを踏んでアウト。近本いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。打ちました。初球打ち。中野ボールを取る。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。金丸3人でピシャリと抑えています。5回の表が終わって1対0です。5回の裏ジャパン攻撃に入ります。この回のトップバッターは石川。投球これから2球目。ボール低め。投球はこれから3球目。打った。次が4球目投げました。ボール。第5球投げました。ボール。さあ6球目打ちました。スタンドに入りました。ファール。さあ7球目打ちました。引っ掛けた。サードの頭上フラフラっと上がっている。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには坂倉。第1打席はフォアボール。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。ボール。次が4球目投げた。打って出ます。木南掴んだ。一塁送球判定はセーフ。記録はヒットになりました。先ほどのプレーです。バッターは8番西川。今日2度目のバッターボックス。一塁ランナー出た。これはストライク。二塁送球これは悠々セーフ。盗塁成功です。さあリプレイです。タイガース、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げた。外角高め空振り。第4球を投げた。打った。小畑バックしていった。掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。初球空振り。初球空振りからボール。第3球は落とした。空振り。さあ4球目ボール。第5球投げました。打ちました。スタンドに入りました。ファール。投げました。あっと引っ掛けた。ファーストの頭上フラフラっと上がっている。掴
掴んでこれで3アウトになります。ジャパンワンアウト2塁のチャンスでしたが得点には結びつきません。前半が終わりまして1対0です。代打は渡辺に代わりましてバッター渡辺亮背番号第9投げました。低めスプリット外れてボール。第2球投げましたボール。第3球を投げました。3球目空振り。第4球を投げた。サークルチェンジャーボール。インローへ。第5球投げた。内角球空振り。第6球を投げた。変化球空振り三振。バッターは4番大山。これが3度目のバッターボックス。第1球高めの変化球はボール。第2球投げた。打ったライト線ぐーっと打球が上がってきますが取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは5番佐藤。今日は三振とショートゴロ。第1球ボール。第2球投げた。サークルチェンジはストライク。第3球を投げました。インロー空振り。追い込んでいます。第4球を投げました。流し打ちファウルボール。第5球投げましたボール。投球はこれから6球目。サークルチェンジはボール。第7球を投げました。打った流し打ち。ピッチャーに多く球数を投げさせています。投げました。打ちました。センターフライ。飛距離は出ています。取ってこれで3アウトチェンジ。金丸見事相手打線を抑え切りました。6回の表が終わって1対0です。バッターは代打塩見。第1球投げた。初球空振り。1球目空振りから第2球見送ってストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げた。流し打ちどうだ。切れていきます。ファール。第4球を投げた。ストライク。見逃し三振。バッターは2番近藤。今日はピッチャーへの偏差値だと三振。第1球投げた。初球空振り。初球空振りからボール。第3球を投げた。インローの直球はボール。第4球は流し打ちファール。第5球投げました。打った。しかも落下点に入った。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは指名打者森下。今日は三振とセンターフライ。投げましたボール。投げました。打った。引っ張った。スタンドに入りました。ファール。第3球を投げました。直球ストライク。インハイへ。第4球を投げました。カットボールはボール。次は5球目。アウトコースをつけた。切れていきます。ファール。投球はこれから6球目。打ちました。抜けた。森下いいバッティングを見せました。初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左バッターボックスは村上。今日はショートフライとファーストゴロ。第9球外れたボール。第2球空振り。第3球を投げたボール。第4球を投げた。打った。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第5球投げた。アウトコース低め外れてボール。
第6球を一塁ランナー自動的に打ちました。ピッチャー返し、抜けた、森下一気に三塁へ。村上ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。さあ追加点のチャンスにバッター万波、今日はショートフライとショートゴロ、インハイギリギリいっぱい、ストライク。まずは見送りました。第2球投げた、2球目空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、引っ掛けた、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。ジャパン2アウト1塁3塁のチャンスでしたが得点には至りません。6回までが終了しまして1対0です。さあここは守備を変えてくるようです。ピンチヒッターは小野寺、ミエセスに代わりましてバッター小野寺、背番号60。第9投げました、見送ってボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、空振り。投げました、打ちました、ファール。次が5球目、投げました、打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきます、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番前川、今日はセカンドゴロとファーストゴロ。第9初球を打ちました、破ってった、前川いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。金丸降板、ここでマウンドに上がったのは松山、今日2番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。タイガースダイソーを送ります。熊谷一塁に入りました。バッターは8番小畑、今日は三振とセカンドフライ。一塁ランナー走った、打ちました、あっと引っ掛けた、ライト前に出る、掴みました、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、ツーシーマーストライク、いきなり150キロ。第2球ランナースタート、キャッチャー二塁送球、間に合うか、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。リプレイをご覧ください。ジャパン外野は浅めの守備を取ります。第4球を投げた、ボール。さあ5球は5球目、打ちました、左中間へ持っていきましたが取りました、これで3アウト。先ほどのプレーです。満員の京セラドーム大阪、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。村上降板、右の石井、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第9ストライク、第2球投げた、ストレートはボール。投げた、3球目空振り。第4球を投げた、高速シンカーはボール。投げました、空振り三振。バッターは7番坂倉、今日3打席目、1球目ストレート空振り、1球目空振りからまたも空振り。第3球を投げました、1球外したボール。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目、打った、第6球を投げました、ボール、アウトローへ。第7球を投げました、フォーク、空振り三振、2者連続三振になりました。右バッターボックスは8番西川、今日は三振とセカンドフライ。投げた、アウトロー空振り。第3球を投げた、ストレートはボール。第4球を投げた、打ちました、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。インロー
ボール。第6球を投げた。変化球、空振り三振。三者連続三振になりました。さあリプレイです。ジャパン三者連続三振で攻撃を終えました。7回までが終了しまして1対0です。松山降板、右の平、今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。タイガースこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは近本、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球ボール。第3球は打ちました。西川ボールを掴んだ。ボールはファーストへ。一塁アウト。これはアウトです。バッターは2番木南。第9投げた、打った。1球目ファールから。第2球スラーブはボール、アウトコース高め。第3球は外角、外れてボール。次は4球目、投げました。打った、流し打ち。サード左へのゴロ、頭から滑り込む、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番渡辺。第9外れたボール。第2球ボール。第3球を投げました。高めの球、空振り。投げました、ストライク。追い込んでから。第5球ボール、低め。投げました、初球見逃し三振。平、上位打線を三者凡退に仕留めています。8回の表が終わって1対0です。石井降板、マウンド上は岩貞、今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。ジャパンこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭は初球を打った、右中間へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って塩見。第9投げました、インコース低め、ボール。第2球投げた、インロー際どい球、ボール。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。第4球を投げた、打ちました、木南取った。ショートから一塁送球、アウト。塩見いい当たりでしたがショート正面でした。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番近藤、これが4度目のバッターボックス。第2球投げた、打ちました、佐藤。ボールを取る、サードから一塁送球、記録はヒット。記録はヒットです、初安打。代打は紅林。第9投げた、ボール。第2球空振り、タイミング合いません。一塁へ牽制球を送ります。第3球はストレートはボール、内角へ。一塁牽制、一塁タッチセーフ。投げました、外角低め、見送ってストライク。さあ5球目、打った、当たりだ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ジャパンファーストランナー残塁。8回の裏が終わりまして1対0です。平降板、そして最後は守護神の栗林。最終回1点差でマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。ファースト大山、第9投げました、内角低め、外れてボール。第2球投げました、インサイド決まってストライク。投げました、決まってストライク。追い込んで投げました、ボール、外へ。第5球投げた、ストライク、空振り三振。バッターは5番佐藤、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。見送ってボール。投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、3球目空振り。
第4球を投げた。4球目空振り。さあ投球は5球目。投げた、きた、入れば同点だ。いった、入った、入った、ホームラン、同点ホームラン。白球は無情にもレフトスタンドへ。さあこれでいよいよ分からなくなってきました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。バッターは DH の小野寺。第9投げました、外角高め、外れてボール。投球これから2球目。打ちました、レフト線、グーッと打球が上がってきますがスライディングキャッチ。これで2アウト、ランナーありません。先ほどからダイソーで途中出場していますバッターの熊谷。第9投げました、ボール。さあ次の投球、投げました、おっつけた、ファールボール。第3球を投げました、ストレート空振り。第4球を投げました、変化球、空振り三振。9回の表が終わって1対1、ジャパン同点に追いつかれています。岩貞降板、左の岩崎、今日4人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9投げた、初球空振り。投球これから2球目、インハイ際どい球、ボール。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、空振り。さあ5球目、見送ってボール。第6球を投げた、打った、大山掴んだ。大山自分でベースを踏んでアウト。村上いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第2球投げた、見送ってボール。投球は3球目、投げました、サークルチェンジャー、ボール。投げました、打ちました。第5球投げました、高め、外れてボール。第6球を投げました、打ちました、キャッチャーの頭上、坂本余裕があります、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番石川、今日4度目のバッターボックス、決まってストライク。まずは見送りました。第2球、ボール。投げました、ボール。第4球を投げた、おっとすっぽ抜け。第5球投げた、打った、強い当たり、サヨナラか。